もう初心者中級者はもうやめてください。もう持たなくていいです、こんなの。DPS じゃないんだよ。ダメージ出るかどうかなんだ、結局。当たりすぎじゃないこれ、本当に。で、SMG の弱体化でしょ、今。ハボック無双です。まあ、たまに拾わない人いるんだけども、ちょっと理解に苦しむね。はい、おはまるとましょう。マルセブンでございます。今回なんですけども、シーズン20のね、武器ランキングのご紹介していこうと思います。では、まずは高評価、よろしくお願いします。入ります。では、まずこのランキングはですね、別に強制するものでございませんので、自分はこっちが強いって思ったらそっちを使っていただいて大丈夫です。じゃあやっていきましょう。さあ、まず D ランクですね、一番下です。まあ、まずはこれ20ですね。まあ、20はわざわざ持つまでもないですね。半歩があっても、まあ、持たないですね、さすがに。まあ、いらないっす、これ。うん。もう、拾われてください。はい、以上が D ランクでございます。じゃあ次ですね、C ですね。まあ、C もいらないけど、まあ、もしかしたら持つかもしんないっていう武器ですね。チャージライフルですね。まあ、ランクやカジュアルだとなかなか弱いですね。恐怖心だと持ってる方いらっしゃるんですけども、あれはね、一方的に撃てるからこそ使える武器なんですね。チャージライフルはダメ取るでは一切使えません。まず、ピーク時間が長すぎる。あと、自分のタイミングで撃てない。そして、弱い人が持つと、出てからチャージ始めて撃ち始めるんですよね。プロはチャージちゃんをこうやって出て合わせるんですけども。もう全然弱い人だともうこれ話にならないで、もういらないっすね。まあ、4倍10倍あったらもしかしたら持つかもしんないんだけども。いや、だったらロングボウとか、チネルでいいっす。はい。いらないっす、チャージライフルは。以上が C ランクでございます。じゃあ次ね、B ランクなんですけども。まあ、B はもしかしたら持つかなっていう感じの武器。まずはですね、ちょっと弱くなってしまった救急。まあ、これも B かな。もうわざわざ持つことないですね。この救急を。もう弱すぎる。使いづらすぎる、これいくらでも。この反動だからな。キーマーの俺でもちょっとこれね、扱いづらいなってマジ感じる。キーマーで感じるってことは、パッとの人もっと使いづらいです、これ。まあ、都市近距離だけ使えるかもしんないんだけども、もっといい武器あります。このゲーム。なんで、まあ、救急はもうさすがにシーズン20では使うことないですね。まあ、アタッチメントつけといて途中で交換するかなっていうレベル。さあ、次がランページですね。まあ、ランページはわざわざ持つ武器ではないですね。ランクやカジュアルだと。まあ、DPS も低いし、LMG でね、足も遅いんでダメ取りに向いてない。一方的に打つのは強いんだけども。あとね、シーズン19からちょっとバグ化しようかわかんないんだけども、この、レティキュの揺れが結構厳しくて、これもちょっと使いづらいように。特に投下つけた時かなりやばいね。難しすぎる。ちょっとこれ気になりますね、割と。まあ、ただ一応使える場面があって、テルミットを持ってる時にね、まあ、チャージして、扉前待機しといて、まあ、扉ごと破壊するみたいな奇襲がね、しやすいんで、まあ、そういった時は使えるかなって感じですが、まあ、わざわざ持つ武器ではないですね。はい、次ですね。まあ、やっぱここら辺はショットガンになってくるかな。これもやっぱ積極的に持つ武器じゃない。明らかに。あと、射程が短すぎる。動画見ても。ショットガンって。あと、難しすぎる。明らかに。ダメージ出すにはやっぱ、この、中央。敵の中央を捉えないといけない。どこ当てても99だったら絶対強いんだけども、絶対カス玉が出たり、もう最悪ゼロダメとかになっちゃうんだよね。もうその時点負けなんですよ。ショットガンって。カス玉かゼロ出した瞬間負けなんだよね。そんなリスク背負う必要ないです、このゲーム。当てやすくて DPS も高い武器っていうのはしっかりありますんで、わざわざこれ持つ必要ないです。今や、キーマウでもショットガン持たない時代です。キャラコンができても、当たんないっす。しかもそれに加えてキャラコンされたらもうさらに当たんなくなるんで、いらないっす。まあ、本当に上級者で好きな人が持つ武器って感じです。もう初心者中級者はもうやめてください。もう持たなくていいです、こんなの。さあ次、マスティフォーバー同様。外したら結局終わりっす。負けですね、こうやって。はい。カバーにもなりづらいし。縦も短いんでね。かなり苦しい武器ですね。まあ、ただショットガンの魅力ね。まあ、魅力なんかわかんないけども。まあ、金スコアつくっていう点では、まあ、バンガロールが、もし敵にいた時は使えるかなぐらい。あと自分が使ってるんだったら、まあ、金スコアでこうやって覗けるかなぐらい。ですが、まあ、バンガー自体が正直そこまでいない、ランクでは。あと、難しすぎて、ほとんどの人が使えない。特にスモークだよね。味方の邪魔になったりするし。適切なスモークも出せないんで、まあ、いらないっすね。さあ、あとは、まあ、個人的にはスピファ。まあ、別に弱いわけじゃないんだけども、まあ、わざわざ持つ武器でもない。まあ、打ちやすいんだけどね。やっぱ、LMG って、ダメ取り向いてないんだよ。足が遅いから。敵が強くなってくると、こんな足の遅いやつなんて、もうカモなんだよね。カモ。ライフルの DPS 高い武器で、もう一瞬よ。一瞬。M6 とかネメスで、もうあの域ですね。最悪超上手いやつだと SMG で、普通にこの距離やられます。なんですか、一応おすすめしたいね、プレイヤー。初心者中級者。今、スピファーはね、結構おすすめできる。近距離強い。弾が多いから。
リロードしないで倒せる。で、点では、まあ、初心者中級者ぐらいだったら持ってもいいかなっていう武器にはなりますが、まあ別にいらないかな。うん。まあここら辺もいらないですね。さあ、以上が B ランクですね。まあ B までは、まあ、持たない。ほとんど持たないですね。まあたまーにちょっと持つかなぐらいのレベルですね。さあ次は A ですね。A はまあ選択肢に入るかなっていうレベル。さあ、まずちょっと意外かもしれないんですが、チネルっすね。チネルはね、これは選択肢に入りますね。なぜかというと、シーズン20からちょっとアーマーの仕様が変更があって、ちょっと今弱いんですよ、アーマーって。まあ、序盤の話しますけど、序盤は青アーマーですよ。で、チャージした時にね、2発。チネル2発だからね、青アーマー。これは強すぎる。まあ、ちょっと話題になってる、これ。ちなみにチネルは。まあ、ただ紫になるとちょっと溶かせないんで、まあそういう時はちょっとね、武器変えるなりしてください。あと、スナイパーの距離でちょっと撃ち合う人に関して言うと、味方はしっかり見てください。うん、味方前行ったんだったら、ちゃんとついていくかね、してください。さあ、次っすね。次、30ですね。まあ、ご周知の強化入ったんだけども、そこじゃねえんだよ、こいつの弱いとか。ダメージなんだよ、聞く、ダメージ。うん。ダメージなんですよ。まあ、倒せるよ、別に。ただやっぱちょっと違えんだよな。やっぱちょっと、もっと強い武器と比べると、ちょっと足りねえかな、と思う。あと、カービンの悪いとこって、この、バックパックの圧迫？弾の消費が激しすぎるからね、余計に持たなきゃいけないんだよね。まあ、そういうとこもちょっとやらかな。まあ、ただ当てやすい武器なんでね、これは結構おすすめできる武器であります。ただ強さで言うと、ちょっと1枚足んねえかなっていう感じはあります。さあ、次がね、RE45 ですね。RE45 の半歩。プラスね、この金スコ。これあったら最高っすね。これやばいね。今、アーマー弱いんで、アーマー削ってからそのまま肉弾やれます。かなりの確率で。あと R45 ちょっとハンド見てほしいんですが。これ右上しか行かないんで、もう気持ち左下にちょっと倒す。下げる。って感じになるとマジレーザービームになります。で、R45 に関してはね、足も速いので、そしてリロードも速い。というところで、競技陣でも使ってる方いらっしゃいます。特にバンガロール使ってる人なんかだと、金スコもつきますんで、このまま抜けますね。うん。なので結構これはおすすめできる武器です。ただちょっとアタッチメント必要なんで、そこは難易度高いかなと思うんで、まあ、A にしてます。さあ次、オルタネター。まあ、オルタネターもね、まあ、ディスタップは必要なんで、ちょっと低めにしてるんですが、揃ったらやっぱり強いですね。打ちやすすぎる。レートが低い。レートが低いんで、反動制御もしやすい。あと27発で一発16とかだっけこれ。まあ、ディスタップつけたら19か。なんで普通にワンマンからやれちゃう。あと、コンジェット流行ってるんですけども、コンジェットのアビリティのあのシールド付与ね、対しても効きますんで、ディスラップ。結構メタですね。なんで、ディスラップがあったら結構持ってほしい武器ではあります。ただ、アタッチメントのちょっと、このディスラップがね、落ちないことが多いんで、まあ A にします。さあ次、まあちょっと意外かもしんないんですが、カーですね。いや、カーね、意外とあるよ。まあ、積極的に持つ武器じゃないかもしんないんだけども。まずね、やっぱ、ライトアームとヘビアも両方使える。白魔も両方つくんだよ。に加えて、まあ、意外とね、ダメージでかいんで、ワンマガの。まあ、持ってもいいかなっていうレベル。選択肢に入るかなっていう武器。あと、使ってきたんでね、少しハンドにみんな慣れてたもんでね、使えるんだよね、意外と。うん。結構強い武器ですね。さあ、次がエルスターっすね。エルスターは、まあ、僕は A にしてるんですが、人によってはもしかしたらもっと上に行くかもしんない。やっぱ LMG ってその足の差がね、やっぱ気になる。ダメ取るが難しすぎる。一方的に打つだったら全然強いんだけどね、やっぱり弾が多いし。この正面の位置は弱いんで、ちょっと A にしてるんですが、やっぱね、エルスターは反動がね、小さすぎる。バレルなくなったんだけども、打ちやすすぎるんだよ。で、これね、ちゃんとこのオーバーヒートの管理さえしてしまえば、もう一生打てるんだよ。で、この近距離の強さもね、結構いいっすね。エルスターは。まあ、転んで使う方もいらっしゃるぐらいの、まあ、強さですかね。まあ、僕はあんま持たないんですけども。さあ、次が取り手かな。取り手は僕 A にします。取り手強いっすよ。ちなみに。まあ、これ初心者武器って、まあ、僕結構言ったりするんですけども、上級者でも超強い。弾当たりすぎ、これ。外さない。まず。まず外さないっすね。まあ、DPS は他の武器に比べて低めなんだけども、ダメージが確実に出る。これはね、強みだね。うん。DPS じゃないんだよ。ダメージ出るかどうかなんだ、結局。に加えて、近距離も戦えるのはトリプルテイク。弾もでかいんで、かなり当てやすいです。弾速も速いです、ちなみに。エネルギー武器なんで。
っていう使いやすさ、あと近距離でもまあまあ戦える、そして弾持ちもかなりっていうところで結構ねおすすめできるべきとなっております。さあ次リピーター、まあ弱体化入ったとはいえまだ全然ね現役ですね、個人的には。まあ弾持ちもいいし結構ダメージも出やすいんですよね。あとやっぱりこの腰中精度ぶっ壊れてんじゃない、やっぱ当たりすぎじゃないこれ、本当に弱くなったとはいえなんだよ本当に。まあこれもかなり強力っすね。さあ次 G7、 まあ僕はちょっとリピーターより正直 G7 は好きなんですよね。なんだか言ったらリピーターより弾速が速いというところで結構当てやすいですね、リピーターよりかは。あと DPS も高いんでリピーターより、まあやりきれる場合が結構ある、ワン曲がれこんな感じですね、結構溶かすの早いです。ただライトアーマーなんでね、リピーターよりかはまあスタックラップ枠がちょっと必要っていうか持たなきゃいけないですね、弾を。まあ、補充セロンはまあいいっすね。まあまあ、結構当たる。うん。まあ結構当たるんで。意外と強いっすよ、G7。使ってみると。まあ、マークスも結構おすすめっすね。さあ、次なんですが、意外かもしれないですが、ロングボウ。ロングボウ結構、ぶっ壊れっすよ、これ。まあ、ぶっ壊れはちょっと言い過ぎだけども。まあ、特にね、まあ、ちょっとパッとしたと2、4倍つけちゃうんだけど、キーマルトね、これ40倍使えるんだよね。スモークなんか全部いるからね、ちなみに。これ。これはね、結構エグいっすね、個人的には。あと、ロングボウってヘッション当てると、やりきれるんだよね。あとね、ロングボウって、弾速が速い。プラス、弾がでかいんだよね。っていうところで、マークスマンよくは絶対に当てやすいんだよ。ただ、弾がね、ちょっと持ちづらいんだけども。28発。アサルトで何発だ？まあ、30何発ぐらい持てると思うんですけども。いや、ロングボウはね、いいっすね。かなり好んで使ってる時代もありました。まあ、今ちょっともう、ヘムロックとかそっちになっちゃったんだけども。まあ、マークスマン当たんねえって人はちょっとロングを使ってみてください。弾でかくて弾速がないんで当たらずです。マークスマンから絶対に。あの、金スコがあったらパッタルもちょっと使ってほしいですね。まあ、スナイパーぐらいだったら別にね、まあ、置きができますんで、OEM じゃなくて。まあ、そんなに、まあ、難しくはないと思います。さあ、あとなんですが、A に入るのがディボかな。これも選択肢に入る。まあ、タボチャがあったらさらにやばいんだけども、まあ、タボチャがあった時にディボはマジです。やばすぎる。特に近距離。ただやっぱ中距離の打ち合いは LMG なんで足遅い。なんでそこはちょっと難しいかなと思うんですが、言うてかなり強力な武器っすよ、これ。弾多いし。DPS も高いし。で、タボチャなくても実は結構使えて、意外とね、やれるんですよね、弾多いし。まあタボチャがあったら結構選択肢入るかなと思う武器ではあります。さあ、あと A の最後なんですが、まあ結構意外かもしんない。モザン。モザンこれやばいっすよ。モザンの半歩。そしてモザンは、金スコつきますんで、これね、えぐいよ結構。そしてこれ射程がない、長いんだよね。この45出る距離が、長すぎる。あれ出るかな？出るよね。そう。何メートルある？ 39、40メートルぐらいあるよ。40メートルなのにこれ、マックスダメージ出るからね、ちなみに。なんで、ね、一応ショットガンの中だったら、通常脇のね、一番選択肢入ってくる。モザンは。しかも DPS も折り高いんですよね。ボルトなしで140ぐらい確かあって、ボルトつけたら180、90ぐらい確かになるんで、190になるかな？で、半歩つけたら200超えるんだよ。多分ね。っていうところでね、かなりね、えぐい武器ですね、これ正直。まあ、バンが使ってる人だったらね、狂気心だと、モザン半歩、金スコ、こうやってぶち抜いてます。あと、ガソージもちょっと流行ってるんでね。まあ、かなり選択肢に入るかなと思う武器ではあります。ただ、金スコとね、反砲が必要なので、そこはちょっとね、難しいところありますね。アタッチメントが必要というところで。さあ、以上がね、A ランクでございますね。さあ、次が S ランクですね。まあ、ほぼほぼ持ってほしい武器ですね。さあ、まずは、おそらく通常武器で一番強い武器、ハボック。まあ、ハボックはね、ぶっ壊れっすね。瞬殺。ワンマガで2人絶対やれる。もう絶対じゃないんだけども。あと、近距離やばいよな、普通に。強すぎる。そして、ライフルなんで、この中距離。中距離も撃てるんですよね。そう、万能武器なんですよ、実はこれって。中距離も撃てて、近距離も鬼やべえ。そして、脅威の DPS200 超え。200超えで、例に出しますけど、前のカーですね。13ダメの時にカーなんだけども、それよりも上だからね、ちなみに。もともとカーより強かったんだよ。DPS だけ見るとね。で、SMG 弱体化でしょ、今。ハボック無双です。
まあ、結構プロたちのね、まあ、練習試合見るんですけども、スクリームって言われるやつ。ハボックでタイマン負けてる人ほとんど見ないっす。絶対ボコしてる。やっぱプロの人たちってね、動き上手いんで、被弾しないんですよ。で、被弾しないでさ、まあ、SMG とか打つわけじゃなくって。まあ、外しました。で、このリロードで絶対ハボックに殺されるんだよね。そう、負けないべきなんだよ、これってもう。しかもね、ハボックってこのアタッチメント別になくてもね、やれちゃうんだよね。もともとのダメージもでかいのと、弾が多すぎ24。まあ、これは弱体化入りそうだけどね、さすがに。弾ありすぎ。ノーアタッチメントで。ハボックは通常武器で一番強い武器なんで、もうあったらまず拾った方がいいですね。これはもうやばすぎる。負けないっす。さあ、次なんですが、まあ、ハボックにちょっと変わる武器なんですが、フラトラっすね。フラトラもかなり強いっすね。まあ、ちょっと角回なしで20発、そもそも。もう20発あるうちね、かなり強いんで、このゲーム。で、白でも見つかれば5発増えるんですよね。白で5発増えるってやばいかな、フラトラ。まあ、個人性はちょっとね、悪くなったんだけど、かなり前に。まあ、それでもね、この距離まで行ったら強いっすね。10メートルぐらいまで撃てるかな、個人的には。まあ、ちょっと AD 通知しちゃってんだけど、普段から。こういう感じの。個人精度が上がるっていう裏技ね。まあ、こういうのも使ったらかなり強いですね。あと、ライフル、まあ、ちょっとハンドでかいんだけども、言うて中距離結構撃てる武器ですね。ハンドも結構もう、使い込んで、割とね、制御できる。フラトラかなりおすすめです。さあ、次、ヘイブロック。まあ、これも、えぐいね。まあ、弱体化入ったとはいえ、まあ、これもかなりの人持ってますね。強すぎるね。打ちやすすぎる。に加えて、近距離も腰精度、かなりいいです。っていうところで、ヘムロックは鬼強っすね。かなり持ちたい武器。プロでも相当愛用していますね。さあ、そして、ライフルの中だと、こいつも強いね、ネメシス。まあ、ちょっとね、チャージ式でまでは DPS 低いんだけども、あとちょっとハンドもでかいんでね、ヘムロックに比べるとちょっと射程落ちる。あと連射が早いんで、ちょっと弾持ち悪いかもしんないけども、この100になった時ね、やっぱこの時はやっぱ強い。ヘムロックで100強いです。この瞬殺具合。あと100になる時って大体近距離戦なんですけども、近距離戦でこれぶっ放したら、まあ、強すぎる。強すぎるね。っていう感じの溶かし方できますんで、ネメス結構エグいっすね。中距離も出て近距離チャージしちゃえばね、DPS 鬼高くなるんで、勝てます。さあ、次ちょっと SMG の S ランクのご紹介ですね。まずはこれだね。通常武器に持ったプラウラー。これ、強すぎる。強すぎる。こいつは弾が多すぎる。あと SMG じゃないんだよね、これ。ライフなんだよね、これ。この射程だからね。外しても、弾が多すぎて、カバーが効くって感じ。あと、個人性でもいいっすよね。まあ、難点としてはバースト武器なんで、そこはちょっと扱いづらいのはありますね。なんで、頑張るときは頑張る。ちょっとね、ブレが激しい武器ではありますが、ぶっ壊れ武器には変わりないんでね。これは練習した方がいいですね。使えない人は。絶対に強いです。さあ、ただ、プラウラが苦手な人でも使える武器がこちらのボルト。これは使いやすすぎるね。使いやすいし、まっすぐしっかり飛んでくれる武器。だって、やっぱ SMG じゃないんだよね、これね。射程長すぎる。射程長すぎるんだよな。まあ、このゲームね、距離減衰がないんでね、SMG が強すぎるんだよね。まあ、ボルトもちょっと強すぎるかな、個人的には。あとね、やっぱこれ、撃ちやすすぎるんで、まあ、かなり万人受けする武器ですね。プラウラはちょっと暴れる武器だけども、ボルトはかなり安定して使える武器なんで、かなりおすすめです。さあ、通常武器じゃなくて次は物資武器いきましょう。さあ、エヴァ。まあ、エヴァね、基本的には拾います。この溶かし速度。だちょっと難しいね。ちょっと難しい。まあ、敵倒すのは早い。まあ、と金スコもついてんでね。まあ、最悪スモークあったら抜ける。ガスがあったら抜ける。っていうのも使えるかな。まあ、単純に今は強い武器。ただ欠点が、まあ、個人的に一つあると思ってて、レブナントが流行ってるんですよ、ランクだと。レブナントのね、ウルトに対してこれ効かないんで、48しか入んないんで、それ削ってかじゃないところ肉ダメのね、強いボンドで入んないんで、半歩。そこはちょっと弱いかなと思います。まあしかしながらね、連射力で何とかカバーできるんで、まあ、持つかなって感じですね。さあ、以上が S ランクでございました。じゃあ次、SSSS ランクですね。まあ、まず間違いなく確実に持った方がいい武器。まあこれは全部物資武器なんですが、ウィングマン。まあこれはぶっ壊れでございます。
まあ、プロの中でも、もうウィングマンのせいで負けたっていう言い訳が効くほど強すぎる。まずダメージがでかすぎる。あと足が速いため、被弾しない。あの、キャラコンしながらも結構まっすぐ飛ぶんで、まあ、キーマウ勢とかだとすごく強いですね。まあ、パッド勢だと命中率は高い。ですが、キーマウ勢はキャラコンしながら打てるんで、さらに被弾を減らしつつ、弾当てれる。まず、拾わない人は多分いないんじゃないかな。100人いても100拾うとも。っていうぐらいぶっ壊るっすね。あ、そしてクレバー。まあ、これも言わずもがなっすね。まあ、ちょっと CS だともしかしたら拾わない人いるかもしんないんですけども、今の時代ね、アーマー結構弱いので、やっぱワンパンしやすいっすね。210。あと、ヘッション当てなくても、同値さえ当ててしまえば、もうこれがきっかけになるんで、基本的に。絶対回復入るんで、その隙に進めるとかね、できます。まあ、きっかけも作りやすいし、ワンピークも取りやすい。まあ、ゴッド武器っすね。まあ、これも結構言い訳聞く武器。あ、クレバーのせいで負けた、みたいな。ただ難しいのはこれよ、あの、6倍10倍なんで、すごく使いづらい。のはある。あと、弾速が遅いんで、当てづらい。のはあるかな。まあでもね、拾わないと、相手拾われて疲れちゃうんでね。まあ必ず拾ってくださいか、捨てるか。弾打ち切って。さあ、もう一個ですね。ボーセック。これもかなり、えぐい武器ですね。まあ、たまに拾わない人いるんだけども、ちょっと理解に苦しむね。個人的には。だってこれ、赤マー、やれちゃうよ、普通に。言うてこれ3発、4発か、赤マーは。あ、紫3発の赤は4。え、で、今紫大量なんで、3発っすよ、これ。紫に対して。で、プラスだよ。ボセクって、近距離強いんだよ。84だよ。赤はもう3発。で、しかも、これ、ね、タイミングよく連射してると、連射が速くなってくるんで、これやばいっすよ、普通に。まあ、これだからね。もうやばさは普通にわかると思うんだけども。あと、ボセックの特徴ね。弾速が速い。プラス、弾でかいんだよね。実は。だから、変な距離結構当てる人いると思うんだけども、あれ、弾がでかいんだよ。だから当たってんだよね。あと、ボセックのいいところは、この、指引いてるとき。引き切るまでは足速いんで、被弾を防ぎつつ、こうやって、戦える。結構体出しながら打ち合えるんで、強いっすね。さあ、これで全部紹介しましたかね。じゃあ、以上の紹介の最後ね、こんな感じ出します。ドーン！まあ、DC はもうほぼほぼ使わない。B はたまーに使うかもしんないレベル。そして A は選択肢には入るけども、まあまあ、って感じの武器。S は必ず持ってほしい武器で、SSS が確実に持てという武器でございます。はい。なんで、ね、今回紹介したね、ランキングをもとにね、持つ武器とかね、ちょっと決めていってください。じゃあ今日の動画は、ね、以上でございます。何か意見や質問がございましたらコメントの欄に記入してください。お疲れ様です。